こんばんは、ジャイのチャンネルでーす。こんばんは。さあ、ということで、ついにやってきました、美少年とのコラボの日ということで、今日ついにコラボすると、うん、ベルカルには勝たないとですよ。勝ちましょう。まあ、それはそうでしょ。美少年はちなみに今の情報で言うと、俺らのこの間の人狼の動画で、俺たちはジャイナチャンネルさんと人狼やるんだっていうことだ、そうのみで、で今日はジャイナチャンネルさん来てくれるからちゃんとやらなきゃダメだねっていうことで練習しようっていう回を今やってるんだ。そう、練習してんだ。ジャニオさんの最近の YouTube 見ました？見ました。僕らコラボで人狼やるらしいっすね。ねあの運動会ご褒美のやつね。そう、ジャニオさんの結構ひどかったんですよ。見ました。見ました。でも俺ら結構やってきたじゃん。確かにやってきたね。余裕勝ちだよ、余裕勝ちだよ。練習なんかさせねえぞと。こっからとすりましょう。こっからも行ってボロ勝ちして、さっと気持ちよく帰って、気持ちよく帰って。ボロ勝ちだけはちょっと怪しいところです。勝てんすかね。でもそもそもやっちゃいましょうよ。やるでしょ。勝つためになんか心がけた方がいいの1個か2個ないですか。マジ何も分かってないんですよね、いまだに。はい、行きましょう。負けない気持ちっすよ。気持ちか。確かに動揺するのがいけないんだよな、あれ。疑った方がいいんじゃない？知ってますか？言われたとて。基本的には疑った方がいいですね。そう。髪めっちゃ長くないですか？なるほど。伸びたね。ああ。この膝下まで伸ばそうか。どういうことか。やば。中丸くんが名前当てられるかっていうところからちょっといいですか？え？誰とコラボすると思ってるの？少年美少年ですよ。いや、だから普通コラボ前に調べるから。わかんないんだったら。あ、取れ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 。人が分かんないから。それは嫌の感覚でやりましょう。マジでこれが山田君と中村の違い。名前分かるメンバーいます。わかんない。てかさ、緊張してる？してないです。何話したらいいのかなって。それが緊張。考えそれが緊張っていうんだろう。緊張してます。楽勝ですか？楽勝です、多分。うん、僕たち美少年はですね、結構人狼は回数やっていて、正直、上手い方だと思います。僕たち、レベルと言ったらなんですけど、僕たちレベルにちょっと追いついてきてほしいなと思います。なので、ジャニオさん、練習してきてください。お願いします。お願いします。お願いします。いや、これでいい戦いができるんじゃないですか。ああいうのでもこう今笑ってくる中丸くんガチで切れてる。いやーいやーいやー一緒って誰どっから。名前ちょっと言ってみましょう。ちゃんと最初に言うけど本当にごめん、名前わかんなくて。いや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 はい
斉藤ね。斉藤。おめでとう。おめでとう。イニシャルなんですか。K です。K になっちゃう。珍しいね。珍しいね。K の中でも。だいぶ珍しいね。クローズ。クローズ。それは珍しいわ。珍しい。クローズは珍しいわ。イニシャルなんですか。F です。冷静に考えれば、な、出てくるよね。三文字、三文字ですか。三文字です。不思議。おお、すごい。藤井君が、はい、すごい。と黒酢と斎藤と高橋。なめないでしたっけ。え、なんで俺にも敬語なの。いや、申し訳ない、本当に申し訳ない、本当に申し訳ない、完全に悪いんだけど。中丸君に覚えてもらえないようなインパクトしかないってことなんです、あいつら。で、あいつらが悪いです。インパクトのある自己紹介させますんで。まあ、とりあえず、ナスです、浮所です、いただこう。あ、これはもう普通に。普通に、普通に。あ、じゃあ、わかりましたね、先に行かせてください。お願いします。風磨くんよりケンティ派、どうも、浮所飛貴です、お願いします。あー、面白い。ごめんなさいなんていらないんだよ。挨拶なんだから。ごめんなさい、ごめんなさい、ありがとうございます。何に行くん。浮所ですよね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、この間お世話になった。そうだ、週一来てくれたもん。あ、はい、お世話になりました。そうです。だとしたらもっとヤバくない。いや、そんな機会覚えてたもん。一致がちょっと難しいのよ。あー、ちょっとね。はい、以前ジャニオチャンネルでもお世話になりました、美少年のスイートです。一発芸やります。ガン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 、いけよ、いてよ。どうしたの。じゃあ、高橋。高橋改め、美少年の岩崎大将です。大将、大将。え、ちょっと、で、僕、モノマネいきます。おっ、玉川さん好きなんで。玉川さん。リグダイエグンナダダダエンダ、愛はここにある、長丸にある。なんかお前女子バレー部の風呂上がりみたいな。じゃあ、はい、斉藤君。はい、玄関開けたら佐藤里香です。は。お下がりください。とても覚えやすかったです。じゃあ黒酢いこう。はい。指差し、物差し、金差しです。お願いします。出ました。出ましたか。アルファベットは F、 できるのは Y 字バランス、藤井直樹です。よろしくお願いします。あと、あの F 逆ね。どういう美少年でございます。お願いします。覚えました。これもし今からテストして覚えてなかったら一発ギャグです。行きましょう。じゃあ、え、ちょっと待って、え、下だけで。下だけで。さすがだな、二宮君。いいゲームだ。下だけなんですか。まず分かる人から行きましょうね。え、あのローファー、茶色のローファーの子は、だから佐藤ですよね。佐藤。お、あー、正解です。正解です。すごい。さあ、分かる人から行こう。え、足元までちょっと注意してなかったですね。ケイガニバンブーツの子は、あれヒントありますか。いや、ないです。あれがヒントですか。ね、あー、そうです。バレー部の。そうだね。違う、記憶力やばいね。中丸君、一発ギャグです。時間も時間なんで。一人だけでした。いや、ちょっと下半身はちょっとやっぱ難しいですよ。じゃあ、さすがにいただいてでいいですか。アバンです。きっと。あ、嘘だろ。ごめんね。人狼スタートです。イエーイ。お願いします。占い師だったっていう設定してさ、リュウカだったら今誰占おうと思ったの。中丸くんです。なんで。私反応すんだよ。なんでなんか急に片言になり始めた。なるほどね。怪しい。じゃあ怪しいっす。なんとなく分かってきました。おお。